長野県飯田工業高等学校は、かつて、長野県飯田志座工事にあった、県立工業高等学校。飯港の通称で呼ばれていた。平成24年度末をもって、飯田町姫高等学校に統合され廃校。飯田町姫高校は飯田おいで、長姫高等学校と改名された。おいで精神の石碑、おいでと書いて、おいでと読む。これは、 諸外校長の折井始が提言したのが始まりで、校門には、おいで精神の石碑、おいで松通与が置かれている。この、おいでは新校名である、飯田おいで長尾目高等学校にも用いられている。平成24年度末に廃校となった飯田工業高校の校舎は、飯田女子高等学校が校舎建て替えのため、平成25年度26年度の2年間使用した。 2015年秋に映画オレンジの一部のロケが行われている。2017年により、新州大学、長野県工業技術総合センター、南新州、飯田産業センターが連携する長野県航空機システム拠点としての利用が始まり、段階的改修整備を経て2019年には、南新州広域連合による産業振興と人材育成の拠点 S バードとなった。 学年、クラスによって行う日時が異なるが主に校内、校外のゴミ拾い、草取りをする。メッシ校では ISO14001 の達成を目指している。おいで清掃もその一環である。一年対象入学して最初に実施される行事である。ここで校歌、応援歌を覚える。この行事のため、主に運動部から応援委員会が構成され一年生の指導を行う。 ただし統合に伴い応援委員会は解散する。2年対象北海道か沖縄が定番だが、ここ数年は沖縄が多い。大半は南新州地域に行くが、上稲地域に行くこともある。3年対象生徒会規則によれば生徒は何らかの部活動に所属することになっているが所属していない生徒もいる。運動部全日制、定時制の両方にある。特に定時制の柔道部は、 過去に何度も全国大会に出場している。全日制も北新越大会、県大会に幾度も出場しておりその都度巨大な垂れ幕を学校屋上から正面方向に走る国道153号に向けていた。過去に全国大会にも出場しており、部の目標も全国大会出場である。学芸部ロボット制作や地域へのボランティア活動を 主な活動としている。相撲ロボット、マイコンカーラリー、アイディアロボット、マイクロロボット等を制作し、ものづくりコンテストにも、積極的に参加している。2009年、マイクロロボットコンテスト優勝2010年、全日本ロボット相撲大会出場、第18回全国高等学校ロボット競技、大会出場2011年第19回全国高等学校ロボット 今年度三重県鈴鹿市鈴鹿サーキットで行われた 2012N-1GP 鈴鹿に2台出場した。車体重量制限なしのクラスで総合3位、高校生部門優勝、車体 35kg 以上のクラスで総合優勝した。原動機部製作ウィズダムって前、CFR オクソーラーカー。 後者は2 0 1 1ス1 g p スク下で、車体3 5ラム以上クラスで、総合に位かつては、井戸防衛に代表される日足歩行ロボットを製作していたが、現在は、メシコ戦隊、テックレンジャーの製作が主な活動であり、飯田地域のご当地ヒーローを目指している。同好会。ありがとうございます。